グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大変身。建物の脇の狭いところも草だらけになってしまいました。当初日当たりの良いお庭は芝生を植えていました。今では芝生よりも雑草が生えて草の庭になってしまいました。雑草をすべて抜いたら、次はお庭にテラスを作ります。黄色い糸が張ってあるのはテラスの化粧平板の位置を出しています。テラスの脇には植木も予定しています。車が乗る場所ではないので、下地はモルタルを敷いて平板を載せています。植木も2本植えて、さらにくつろげる空間になりました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。